今日の解説は阪神タイガース OB の赤星憲広さんと鳥谷隆さんです。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在放送席には新庄監督が5月29日の第一戦の時に着ていた特注のユニフォームです。いや、ここにあるのはすごいじゃないですか。いや、そうなんですよ。どうですか鳥谷さん、まあ、持ってみてといいますか、近くでご覧になって、あの簡単に作ったんじゃなくて、はい、しっかりユニフォームです。そうですか。はい、でしかもあの、丈も長くして出ないようにしてるんですよ。なんかここら辺がやっぱりこだわり感じますよね。はい、最後までこだわると、はい、絶対出てこないようにこう丈長くして。レフト方向への当たり、フラフラという弱い当たりはレフト線、ダイビングキャッチ、前川がよく取りました。いや、赤星さん、風に流されながら難しい打球ですよね。そうですね、はい、左バッターの打球ですから、どんどんね、フェンスの方に逃げていく打球ではあったんですけど、守備の部分でね、こうやって貢献できると、はい、もうこれからね、右左関係なくね、使ってもらえるようになりますよね。はい、ここで東洋大学の後輩にあたる細野との対戦です。振っていきました。空振り三振です。振らせました。これで今日5つ目の三振。粘ります。こういう風にこう粘りながらフォアボール取りたいですよね。さあフルカウント、先頭バッターを今日初めて出しました。タッチャー弾いている、前川が2塁を落とし入れました。途中でルーキーの小佐野交代を告げそうです。あ、そして阪神タイガース代打は原口が
赤星さん、岡田監督はもう勝負に出たということですね。いやー、これはびっくりですね。はい、もうだからね、ここで点を取ろうということではあると思うんですけど、はい、体勢で取ってくれたんでね、今のは勝負行っても良かったかなと思うんです。そうですか。さすがに万波選手でも、はい、あの体勢からね、すごいボールを投げるのっていうのは難しかったと思うので、はい、シートを敷いた後であったりとか、そういう時っていうのは見栄えはね、非常にこう綺麗に見えるんですけど、はい、硬さが違ったりとか、場所によってこうね、グラウンド状況が非常に違うので、はい、まあ、ちょっとだいぶね、足滑りましたけど、まあ、何度か送球まで持っていって何度か長尾選手が取ってくれたので、はい、まあ、いいプレーになりましたね。三球三振、ワンアウトから万波にヒットを許した場面で岡田監督が動きました。3番手桐敷、初球打ち、セーフティマンドできた。サード佐藤、一塁に送りました。佐藤の見事なプレーが出ました。
デーバーサヨナラのチャンスを作っています。後ろに反らしている、ウーラが入ってくる、